ずーっとまっすぐ歩き、まあ、本当先のところでちょっとね、こっち側には来ないといけないんですけど、まあ、それはね、そっちのまんままっすぐ歩こうと思っても通れないから、まあ絶対皆さん曲がると思うんですけど、であっち行くとバス停で武蔵境調布方面のがあるっぽいです。でこっちに行きます。で左で、まだまだ歩いていくという、ここら辺ほんと意外とね、水式通ってるんですよね。なんか綺麗じゃなそうに見えて綺麗ってやつです。樫の木橋と言います。昭和46年3月に完成してます。なんか涼しそうな場所多いのにさ、歩いたりとかさ、夏だしたから暑いですよ。知らなかったんですけどね、どこからだったんでしょうね。まあ私があの道からずっと歩いてるかちょっと知らずだったんですけど、今はもうね、ここ野川公園ですね。こっち側はね、ちょっともう家族連れみたいな、ここは自然観察園の方になります。あっつつあっつつ、はい、歩いてるとね、途中でね、右側に出てきます。自然観察園、こんなしっかり園だと思わなかったです。なんか自然なところにあって、こんなね、しっかり入り口って分かんない感じで、もう自然を見るのかなと思ったら違った。布造りを作ると、あ、9月30日ない、多分ダメだ。植物観察会があったり、そのたびにね、いろいろとやってそうですね。で、観察会、あ、これね、11時から12時とかで観察会もやったりしますね。あとは現在地、ここ、あ、今トイレがね、あんまり貸せないらしいですね。あとは、はい、これでこっち行ってもさ、途中で出られんのかなね。え、出られないならちょっと入る気がないです。なんか出られなかったら嫌なんでごめんなさい。こっちから行きます。こっち歩いてたんですけどね、今工事中ということなんでこっち側に来ました。こっちじゃなくて普通にそっち行っても良かったな。こっちだとちょっと待って、気をつけて歩いてないと、こういう方がなんか足が強くなりそうな気もするんだけど、土の上、いや土の上の方が弱いから、うん、どうなんでしょう。まあいいや、たまにはね、土の上とかも歩かないと思ったらもう戻れます。ここは紅葉橋なので、戻って左側にね行きます。で、野川公園っていうのはね、あの一回紹介した武蔵野森公園、あれ武蔵野公園、あれの隣にある公園になります。もうほぼつながってるようなもんですね。さっきの自然に入っておくと、そのあまり工事もなく中を歩いていけます。やっぱこんな感じだと普通にあっちから出れそうですね。だね、でも入るなら蚊のスプレーとかをしていた方が良さそう。なんか動画撮れなかったんでちょっとここからになっちゃうんですけど、野川公園がねそちらで終わります。そこにねお手洗いもあります。もうそこからのね景色はね、ほんと前とこっちにある公園とね似た雰囲気です。なので自転車があったらね、2つの公園どっちとも楽しめると思います。ではアスファルトの方をねちょっと歩きたいと思います。1.9、2.3、多分ほとんどの人はぶつからずに済むと思います。お、響く、ね、姿を塗る。ここ何線か分かんないんですけど、ちょっとさっき電車通ってました。ピンクとグレーだっけ、あ、そうそう、武蔵野公園ですねになりますね。ここからなんで本当に公園が両方とも大きいのにすぐそばになります。歩いてたらこんな感じでね、あー、車来てた。このようなものがね、見れたりしますよと。武蔵野の中でもね、代表的な植物が数多くっていう。キツネのカミソリ、すっごい名前、どんなや。ね、あとは金蘭、秋の田村草、二輪草、などなど。か、まあ、さっきの自然園でしたっけ、植物園か。とか、あ、なんかそこ土壌池だって。土壌池というと、なんだっけ、あれはうなぎだっけ、あのゴンギツネだっけ、勘違いしちゃった。で、黄金のマンホールが何回か見せてるかな。サクーラでございます。前ね、ここら辺の、うわ、そこに99階段でしたっけ、あるんですけどね、ここも何階段だよっていうぐらい
皆さんお家行くまでに頑張ってますね。あ、でも立派なお家だした。あ、ちょっとね、風も出てここは日陰なので涼しいと思いながら歩けてます。ここが昔写した波形の森97階台になりますね。懐かしい。見てない方は動画を見てください。私が頑張ってね、階段を登ってる姿が見られる特別動画でございます。はい、皆さん覚えてますかね。ここに向かう先に、なんかテントウムシとか、なんかありえない大きさでいるっていうのね、やだやだ、こういう夢のあるものに文句つける人ということでね、今日は中に入らず、外側はどんな感じなのかをね、まあ、こちらの公園もね、そろそろ終わりになります。そしたら皆さん何があったか覚えてません。前ここあれね、野球の少年たちが、少年野球、野球少年、まあ、全部どれで回ってるかがなんか練習していましたね。もう朝8時とかあったんでね、今回はちょっと夕方でもないですけどの景色になります。あとあの日は前日雨だったかな。あ、今日はでも朝雨降ってたな、確か。なんかここら辺を歩くときは雨率高いのかな、けど私が歩くときは晴れるみたいな、スーパー晴れ女。毎回公演ね、終わりましたっていうのを通り過ぎてからになったんですけど、そこで私の公演終了しまして、こちらになりますね。まあ、ここ前歩いたルートはね、まあ、隣のルートもね、前回歩いたからどっちでもいいかなっていう。ここはほら、あのね、バス停かと思いきや家の門だけ残ってるっていうところですね。覚えてますでしょうか。ふう、そろそろ駅、あ、これミッキー見えた、途中途中で、ここら辺に来たってことはね、そろそろ駅に近づいております。で、ここが美術の魅力地ですね。あれ、ここってまだあれだっけ、工事中だっけ、もう終わったんだっけな、店前だったっけな。なんか夏休み中に終わるか、夏休み中です。なんかでもカメラまだ貼られてるから、9月5日から、あれ絶対伸ばしたでしょ、絶対臨時休暇9月5日から来年の9月下旬まで絶対伸ばしたでしょ絶対伸ばした、割り出しあります。あ、しかも7月29日から9月4日までなんかイベントやったっぽいので、多分その次の日からまた休み入りました。なんと、まあ今じゃね、前歩いたりしたからわかるんですけど、あそこにね、大きいマンションがドーンとあるんですけど、もうあれはね、本当もう駅から3分っていうところになりますね。なんでもうちょっとあっち行ってこっち行って着きます。ここ小学校だけ、中学校になります。ここ確か蜂蜜売ってます、渡辺さんち。ラストここのね、少しの坂登って、また右側って少しの坂、本当に少しですけど上がって、あと平坦の道で終了ということでね、今日予定外に行きもね、帰りも徒歩で、まあ、10キロ以上歩くであろうということをね、できてよかったです。それではあと少し頑張ります。友達から聞いたんですけど、そこにね、あれね、ハンバーグステーキの店も大きい、ジューシー、美味しいだし、その隣かなにあるね、なんだっけ、カレー屋さんの、ユースさんだっけな、いうお店もね、今日多分お休みなんですけど、並んでるぐらいね、人気です。で、そのぐらいのお店とかも美味しいと思います。あと裏にラーメン屋さんがあるんですけど、そこも美味しいと聞きますので、ぜひ行ってみてください。でもこれ前回の忘れたんですけど、黄金の水、黄金井とは、ハケとは。で、黄金井の地名は黄金に値する、豊富な水が出ることから、黄金井イコール黄金井、あ、違う、黄金井になったと言われてるんだって。で、市の南部を東西に走る国分寺川の崖を地元で古くから波形と呼んでいます。波形には全種の湧水が見られ、この湧水を集めて流れるのは合わせたがやくてたままにいますと。すごいね、これなんかめっちゃカタカナ多いから、小学生とかでも読めるようにしてるのかな。まあ、私はこんぐらい必要だと思ったら全然ここら辺もついてなかった、ついてない方がかっこいいからかな。まあ、切ない一回写真を撮るとして、あと水が取れるところはここで、これはね、なんか歩いてる風の幸せ地図になります。そして到着しました、武蔵小金井駅になります。中央線ということで、こちらで終わりになります。
こっちでこれ南口です。今3時42分、まあ、動画も撮ってゆっくりっていうのもあったのかえ 6.40 の1時間37分327カロリーになります。あれ雪の方がカロリー消費したいって400カロリーいってないっけ、あれ200だっけ。まあまあそんな感じでした。お疲れ様。はい、ただいまです。今日はね、アディダスのアプリ今使ってるんですけどね、 iPhone になってからは、まあ、11.34キロでした。合わせて、まあ、ちょっとね始めるの遅いとかそういうのあったと思うんですけど、まあ、大体だから 11.50 とか、まあ、そこら辺だと思います。じゃあ12キロいかないぐらいで、まあ時間的には3時間いかないぐらいですかね。まあそんな悪くないかな。ゆっくり、まあ、撮りながら歩いてとかだ思うとそこもじゃあ OK っていう感じで、で歩数が多分1万5千とかもうちょい行くか行かないかぐらいだと思います。なのでそこら辺も今日はだいぶ、健康的な一日になったと思います。食べたものもそばだし、そば粉を使ったお団子だし、健康としか言いようがありません。はい、私今日健康です。今日だけで、明日じゃなくて、まあお風呂とかねもう暑いんで入って、確かサクレが買ってあったんですよ。なんでねそれ食べてね、ちょっともうわあ涼しいっていう雰囲気にね、雰囲気じゃないか、もう普通に涼しいって思えるように、していきたいと思います。まだ暑いよってことでね、三鷹から国分寺じゃなくて深大寺、深大寺から武蔵小金井、こちらで終わりになります。それではまた。